ターファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。青空の下、絶好のコンディションで迎えました。ピッチの温度は48度。エキシビションをお送りします。横浜フリューゲルス対ガンバ大阪、まもなく始まります。解説は松木安太郎さんです。こんにちは、松木です。よろしくお願いします。さあ、まもなくです。まもなくキックオフの笛です。ホームの横浜フリューゲルス、スターティングイレブンは楢崎、前田、大竹、達川、サンパイ、山口、三浦、森山、ジーニョ、エバイー、前園、続いてアウェーのガンバ大阪、本並、佐野吉、宮本、バブンスキー、近藤、平岡、グラデノビッチ、磯貝、松並、森岡、ヒルハウス。フリューゲルスの調子はどうでしょう。試合前のコンディションはまあまあでしたね。ですね。大きく蹴り出しました。ここから早いっすよ。サンパイ、いい形だ。本戦です。大竹、松並、チャンスチャンスチャンス。大きくクリアした。壁パス、前園、パスをつないでチャンスを伺います。チェック厳しい。ロングクリア、次につなげたいですね。左からセンタリング、落ち着いてますね。松並、つながるのか。ナイスチェック、かろうじてクリア。さあ速攻か。前田、献身的なプレー。前園、グラデノビッチ。ガンバ、調子はどうでしょう。今日は体調はいいようでしたが、結果に結びついてほしいもんですからね。そうですね。ガンバ、いい展開ですよ。クロスのセンタリング、ダイレクト。松並、決めた。ガンバ、先制のゴール。相手チームはがっくりです。スロー VTR で見てみましょう。落ち着いて決めましたね。なるほど。まだ1点じゃないともね。ええ、ガンバ、今日は攻めてるぞ。前線の選手が積極的でいいムードですよ。ですか。森岡、追いつけない。これはものにしたいチャンス。右サイドに流して、キーパー落ち着いてます。エバイ、リードを広げて終わりたいですね。ですね。素早いプレス。ヒルハウス、大竹、ジーニョ、エバイ、ディフェンスどうしたんだ。ジーニョ、ナイスディフェンス。ヒルハウス、三浦、苦しくなりましたね。もうちょっとスピードが欲しいところです。ヘディング、確実に止めた。パスを回してますね。本戦です。チャンスをものにできない。まだチャンスはありますよ。磯貝、スピードに乗ってドリブル突破。前半終了ですね。0対1、ガンバリードで後半に進みます。なんとか反撃したいですね。さあ早く追いついてほしいですね。そうですね。ガンバですが、今日はどうでしょうか。オフェンスがいいリズムですね。そうですか、楽しみですね。いいパスだ。攻めてますね。平岡、クリア、そしてシュート。ゴール。ジーニョ、目の覚めるようなシュート。フリューゲルス、同点のゴール。声援鳴りやまず。素晴らしいプレー。
さあ気になるシーン見てみましょう。キーパーの動きをよく見てました。なるほど。ガンバ攻撃ですが、はい、どうでしょう。多彩な攻めを見せてくれますね。ええ、前園クルーゲス、いい展開ですよ。左からセンタリング、平岡、このプレーはパレですね。チャンスチャンスチャンス、サイドからの攻撃が欲しいですね。ですか。タッチラインを割りました。グラデノビッチ、大きくクリアした。スピードに乗ってドリブル突破、これはチャンスですよ。左からセンタリング、ボレーシュートだ。ロングクリア、さあ速攻か。前方から激しいアタックだ。前園スピードに乗ってドリブル突破、波状攻撃か。佐野吉、ディフェンダーの壁は厚かった。スピードに乗ってドリブル突破、カロースでクリア。まだチャンスはありますよ。クリューゲルスのディフェンスはどうでしょう。そうですね、とても集中してます。突破を許しませんね。ですね。サイドチェンジ、ディフェンダーかわしてクロスのセンター、ここでヘッド、ゴール。イルハウス、ナイスゲット。ガンバ勝ち越しのゴール。抱き合うイレブン。さあもう一度見てみましょう。イメージ通りですね。そうですね。クリューゲルスのディフェンス、ここまでどうでしょう。いや、危ない場面が目立ちますね。なるほど。サンパイジーニョ、グラウンダーで流した。中盤でボールを回しています。チェック厳しい。守りに入ると押し込まれますよ。ええ、タッチラインを、急がい、苦しくなりましたね。献身的なプレー。この動きは読まれていました。ディフェンスが集中しないといけません。ですか。森岡、前田、チャンスをものにできない。中央突破は難しいですね。森岡攻めてますね。右サイドに流してクリア。タッチラインを割りました。さあゴールの匂いがするぞ。ちょっとボール持ちすぎですね。ですね。クリューゲルス、どうした。決定力不足の悪い癖がまた出てますね。そうですね。とにかく攻めたいですね。なるほど。ロスタイムに突入しました。森岡、チャンスチャンスチャンス。小泉、大きく前方へフィード。1対2、クリューゲルス負けました。今日の試合を振り返ってみてどうだったでしょうか。最後まで緊迫したいいゲームだったと思いますよ。ええ、実況はジョン・カビラがお伝えしました。それでは皆さん、次の試合でお会いしましょう。敗れてしまいました。練習不足がたたったのでしょうか。